今この画面って見えてますかね。見えてます。見えます。あ、はい。今日はあの G コードをライノーのグラスホッパーから書き出すという、を説明させていただく小林です。で、最初に自己紹介を少ししますと、普段はフリーランスでデザイナーとエンジニアとして働いてまして、で、デザイナーとしてはまあ空間やプロダクト等をデザインする際にコンピューテーショナルデザインを使ったり、あと今日ご説明するような G コードを書き出すっていうようなファブリケーションに向けたプログラミングというものをまあやっていたりします。でちょうど今関わっているプロジェクトが来週リリースのタイミングなのでちょっとだけお見せしますと、まあ、ビルドという会社がエマフというものを開発してまして、これを使うとすげえ音、まあ、グラスライノーとかで作ったものがネットを介して、送られて、それをあの加工したものを受け取ることができるというようなサービスです。すごいざっと言うと。で、僕はこの加工パスを作成するというところで関わらせてもらってます。で、堀川さんはこのライノーのところからウェブに送ったりするようなプラグインを開発していただいたりしているというようなところです。で、今日の内容ですけど、あまり G コードに馴染みがない方もいらっしゃると思うので、最初に G コードというものがどういうものかというものを説明して、それからあのグラスホッパーで今回は Python を使ってG コードを生成する方法というものを説明しようと思っています。で、もし時間があったら、その G コードにする前のツールパスを C シャープで、音声ちょっと聞こえなくなりましたか、ね、ちょっと固まっちゃいましたね。じゃ、固まってますね。固まっちゃう。飛び飛びで。なんかツイッターで速度制限がかけられてるみたいなこと言ってた気が言ってました、ね、速度制限なんですかそれズームなるほど。いや、あのネット自体、ネット自体今週それが原因かもしれないですね、もしかしたら。今ズーム落ちたっぽいんですけど、すいません、なんてください。 あれですね、速度制限がにすごい弱いんです。なんでちょっと心配していたことがやっぱり起きちゃったのでちょっと裏技で、もう一回共有しました。で、ちょっと続けますと、普通、まあ、G コードは、STL ファイルなどのこうメッシュデータをスライサーという、まあ、専用のソフトウェアで、まあ、モデルを輪切りにしてあげることによって生成するのが一般的です。今ちょっとその普通の通常の方法をお見せしますと、まあ、こういう
STL ファイルを今回キラというスライサーでお見せしてますが、スライスしてあげると、こうモデルが輪切りにされて、でこの輪切りにされたところをこう 3D プリンターのヘッドが動いて印刷するというようになっています。まあ、こんな感じに印刷されるという感じです。で、このスライスが終わったら、このセーブトゥファイルとかで、まあ、生成された G コードを、保存してあげると、まあ、こういった G コードという、実際はテキストファイルなんですが、が生成されます。で、これを 3D プリンターに送ると、さっきのこのツールパスに沿って印刷されて、まあ、こういうものが印刷されるというのが、印刷されるというのが G コードのというものです。で、まあ、さっきざっとお見せした G コードなんですが、まあ、こういったテキストがガーって並んでいるもので、最初の方にこの印刷の設定だったりする部分があって、でメインはこうひたすら座標とこの樹脂をどれだけ押し出すかっていう情報が並んでいるというような形式になっています。なので自分で G コードを書き出す際は、この、まあ、ライノやグラスホッパーでカーブを作ってあげて、でそのカーブ上のこう頂点データをひたすらこう並べて、でこのどれだけそこでどれだけの量を印刷するかっていうようなテキストデータを作ってあげればいいというふうな感じになります。そうですね、こういうスタートコードという最初に温度だったり、まあ、いろんなものを設定したりだとか、で印刷が終わったらこうヒーターの温度を切ってあげて、ヘッドを元の位置に戻すみたいな操作をして終わります。まあ、具体的には後ほどこれを書くときにまたご説明しますが、まあ、ざっとこういうふうにこう座標のデータを羅列するっていうのと、最初と最後に設定を書いてあげればそれで G コードはできちゃうっていうのが分かっていただければいいかなと思います。で、まあ、また説明の際にお見せすると思いますが、 G コードの使用についてはこのホームページがありまして、でここにまあ一通りどういう命令があるかっていうのが書いてあるので、こちらを見ていただけると、まあ、もしわからないコードがあったらそれが何を意味しているのかっていうのはわかると思います。で、まあ、こういうふうにスライサーというソフトで G コードを書き出せるのに、なんで自分で G コードを書き出すのかっていうと、まあ、そうしないと作れないようなものがあるからそうしているわけで、まあ、普通にスライスするとこういう輪切りのパスにどうしてもなっちゃうので、もっとこう自由にヘッドを動かして3次元的に印刷したいであるとか、なんか印刷しながらなんか変な動きを加えたいとか、そういったことをやるために G コードを書くという感じです。で、例えばまあどういうふうな事例があるかっていうのをお見せしますと、このエマージングオブジェクトというグループはいろいろそういったあの直書き G コードというものを実験してまして、こういったその表面にこう変なパスを加えるというのを、G コード直書きして作ってありだとか、これすごいかぶるな、
と、これは家庭用の 3D プリンターでもできますが、まあ、こういうふうにこうひたすら輪切りにしたバスの表面をこうなんか加速してあげると、いろんな表情を持ったプロダクトが作れるよっていうようなことを実験していたりだとか、あとこういう、まあ、これも一緒ですね。これは樹脂じゃなくて、あの泥というかセラミックですけど、まあ、そういったとものであるとか、あとまあ日本でもこういったことを試していられる方がいて、こういった器みたいな可愛らしいプロダクトを印刷されている方がいたりだとか、でもうちょっと大きなものですと、まあ、こういうザハ・ハディドが椅子を作ったりだとか、まあ、これはロボットアームで印刷しているので、ちょっと今日ご説明するパスとはちょっと違うとは思いますが、まあ、こういったその普通にこうスライスするとできないような形を G コードを自分で生成することによって作ることができます。これもこのツールパスが斜めになっているので、普通にこう平行にスライスしてしまう普通のスライサーだとどうしてもできないような形だったりしますね。では早速ですが、グラスホッパーでのコーディングの方に入りたいと思います。まず最初にですが、まあ、これは、まあ、やらなくてもいいといえばやらなくていいんですが、この 3D プリンターはあのこう造形範囲があるので、それをこうまずこういうふうにレクタングルで書いといてあげると、自分で書いたパスがはみ出ることがないのでいいかなと思うので、こういったレクタングルをまず書いてみます。で次に、まあ何でもいいんですけど、適当に今回 G コードにしたいよっていうパスを今とりあえずライノー上で書いちゃいますね。まあ、適当なインターポレートカーブを今ライノーの画面上で作成しました。でこれをカーブ2セット1カーブしてあげると、グラスホッパーにこれが渡されて、出されるようになります。で、まあ、1個だとちょっと寂しいので、まあ、さっきあの自由にパスを動かせると言いつつ、平行にこう積み上げていっちゃうのもどうかなと思うんですが、まあ、とりあえず一旦は、これをこう垂直方向に複製するようなパスを作ろうかなと思いまして、このシリーズを使って、この今さっき書いたパスを垂直方向に並べようと思います。とりあえず、10個並べたんですが、ここまで一旦書いてもらえればと思います。ちょっとパスがでかいな。
まで大丈夫そうですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、これを印刷するような、ものにするためには、まあ、さっきお見せしたように、こう、頂点のリストにしないといけないので、最初に、この書いたカーブを、頂点のリストにこう分割してあげるみたいなコンポーネントを作ろうと思います。で、それは Python。この GHPython スクリプトコンポーネントを置いていただいて、で、まずこのパスを1個とつないで、あとこのカーブをこう分割していかないといけないので、その分割する間隔というパラメーターを、まあ、適当に与えといてあげます。で、分かりやすくするためにこのインプットパラメーターのところを名前を変えてあげまして、まあ、今回こういった名前にしようかなと思います。あんまりやらなくてもこれはいいのかもしれないんですけど、なんかこのインプットしたところにはアンダーバーをつけといて、で、このコンポーネント内部でそれをこう一番最初にこう別の変数名でこう読み込んであげるっていうふうに習慣的にしてまして、まあ、これが何でかっていうと、まあ普通にプログラミング書くた時にその初期化というものがありまして、なんか最初にこうそのまあなんか書いてるプログラムでどういう変数使いますよっていうのを宣言してあげるというようなくだりがあるんですが、まあ、そういったものを最初に入れると、まあ、コードが見やすいかなと思ってこうしてます。で、あ、一つ言わせたんですが、このインプットパスの方なんですが、デフォルトだとアイテムアクセスなんですが、今複数のパスを受け取っているのでリストアクセスの方に変えておいてください。で、コード進めますと、まずどういうものを書くかというと、まあ、一つのカーブをして頂点のリストにするっていう動作と、あと今カーブが複数あるので全部のカーブに対して分割する処理を行うっていう2つのステップでコードを書いていこうと思います。で、一個一個のその処理を関数という形で書こうと思っているのですが、ストラクト。こっちのその一つ目の方のカーブを分割するっていう方は、今このエクストラクトポイントという変数名で、こっちの全部のカーブに対してっていう方は、あ、メインでいっか。メインという関数名に
しようかなと思います。で、まあ、なんでメインかと言いますと、この Python の仕様として、このなんかおまじないみたいな、下りがあるんですが、アンダーバー2つか。このコンポーネントを実行すると、この ifNameMain っていう書かれているところが実行されるように書くのが作法らしいということでして、で今上の方でこう関数を定義してあげたものをこのメインの中で、ネームメインの中で実行してあげるという形で構成しようと思っています。ここまで大丈夫ですか？大丈夫です。ちなみにこの今書いているコードは共有したドロップボックスペーパーの方に完成形がすでに書いてあるので、まあ、こちらをコピペしてもしこう綴りが分かんなかったりしたらコピペしていただけるといいかなと思います。ドロップボックスペーパーってどちらでシェアってされてました？あ、ドロップボックスペーパーはですね、ディスコードのウィークリーセッションの了解です。ところです。ありがとうございます。では、このカーブをポイントにするという方を作ろうと思います。最初にこの一つのカーブを分割して頂点のリストにするので、結果として作るこの頂点のリストっていうものを最初に書いてあげます。で、と省略しちゃいますと、ちなみにこのチュートリアルほとんどRhinoの機能を使わず普通に Python を書くような感じになっちゃうんですが、まあ、初めてRhinoの関数を使いますと、このカーブを指定の長さで分割してあげますっていう、命令がありまして、それがこの divide curve length というものなんですが、で、こう、それの最初の括弧を打ってあげると下の方にヘルプが出てきて、この分割するためのカーブと、あと分割の距離というものを入れてあげると、分割された頂点のリストが返ってきますよというふうになっています。なので、こうインプットしてきただとカーブのリストなので、今回1個のカーブを、この関数の引数に1つのカーブというものを受け取ってきて、そのカーブを、このディビジョンレングスで分割してあげます。で、一応、まあ、今回最初は2個インターポレートカーブを書いたんですけど、こういうポリラインを入力したいよっていう時にも対応しといてあげるために、
これがもしポリラインだったら、このディバイドカーブレングスっていう命令ではなくて、別の関数になるんですが、RS の、ポリラインバーティスズ、ポリラインバーティス、この RS ポリラインバーティスという関数がありまして、これはもうシンプルにポリラインを入れてあげるとその頂点が返ってくるという関数になります。で、ちなみにこういったその関数のヘルプなんですが、前回堀川さんがC シャープのライノーコマンのドキュメントを説明いただきましていましたが、今回ライノーではライノースクリプトシンタックスというそのライノーコマンをめちゃくちゃ簡単にしたライブラリを今使ってまして、ライノーコマンの方のドキュメントは結構複雑だったと思うんですが、ライノースクリプトシンタックスはこれしか内容がないのですごいとっつきやすいです。で、例えばさっきのカーブを分割したいよっていう時もディバイドとか入れてあげると候補がこうすぐ出てきて、でなんとなくこの関数の名前でこれかなっていうのが当たりがつけやすいので、かなり手っ取り早くやりたいことのやり方を調べることができるかなと思います。まあ、今回この G コード書き出しはものすごい使う機能が限定的なので、このライノスクリプトシンタックスで事足りてしまうため、ちょっとこっちの方でやろうかなと思ってこっちにしてみました。で、ちょっとコードの方に戻りますと、今このポリラインの時とカーブの時と2つ書いたので、これを if 文で分岐してあげると、このパスがポリラインの時は is ポリラインというカッコの中身がポリラインの場合 true を返す関数を使って、でもしカーブだったらこれも同様な感じで is カーブというものがあるので、パスがカーブだったらこっち、ポリラインだったらこっちというふうに、場合分けしてあげます。で、ここでそれぞれポインツというものを作ってあげたので、で、作ってあげた頂点のリストをアウトプットしてあげるためにリターンポイントと打ってあげるとこの関数は完成です。ここまで大丈夫ですかね。ちょっと打ち込む時間が必要そうな感じですかね。コードの URL を聞いてもいいですか。あ、URL ですか。ちょっと探しても見つからなかったので。あ、わかりました。ドロップボックスペーパーのリンクでもよろしいですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい。じゃあ、この Zoom のコメント欄のところに貼りますね。リンクをコピーして。
これ画面共有中って確かコメントが打てなかったような気がするので、一旦、あ、そんなことないか。あ、すでに吉岡さんがコメント入れてくださってます。ありがとうございます。入れました。あ、ありがとうございます。今のがこの部分までですね。大丈夫そうですかね。大丈夫です。あ、ありがとうございます。大丈夫です。ではこの一つのカーブに対してポイントを返し作ってあげたのを今度全部のカーブで作るっていうこっちを作ろうと思います。で、こちらはですね、さっきその一つのカーブっていうものをこの関数が受け取ってましたが、今度はこの全部のカーブを受け取ることになります。で、さっきと同様に、この一つのカーブのポイントをさらに全部のカーブのリストにしたものっていうものを最初にこう作ってあげまして、でカーブが複数受け取っているので等分を使ってあげて、このインプットパスという複数のカーブからカーブを一つずつ取り出します。で、このポイントリストというものに、一つのカーブの頂点というものを入れたいので、このアペンドでリストに追加するんですが、この追加するカーブの頂点のリストっていうのは、さっき作ってあげた関数をここで実行してあげると、エクストラクト、エクストラクト、ポイントのパスっていうのを入れてあげると、さっきの関数がこの頂点のリストを返すので、ここでもう頂点のリストが生成されまして、それがこのポイントリストというリストにこうリストがどんどん入っていくっていうふうになっています。で、この生成したリストのリストを返してあげるというものを加えて、この関数もできちゃいます。で、ちょっとまた30秒ぐらい待ちますね。じゃあ次に、この今書いてあげた関数をこのネームメインの中で実行してあげたいので、それを作りますと、
まあ、このメインを実行してあげれば、このエクストラクトポイントの方も自動的に実行されるので、メインを実行する関数を書きます。そうすると、ここでメインの関数が実行されまして、アウトプットの A のところにポイントリストをつないであげますと、あれ、なんか違う。ああ、位置間違えた。こんな感じでコンポーネントが動くようになります。で、パネルで出力結果を見てあげると、この IronPython Runtime List というものが出るのですが、これはグラスホッパーでいうと今データツリーになってます。リストのリストっていうのはグラスホッパーでいうとデータツリーだと思うんですけど、このPython スクリプトでリストのリストを作ってあげちゃうと、その中に入ってるリストがこういう見れないリストになっちゃうんですよね、これが。これが結構ややこしいところで、これをこういうふうに1個取り出してあげても、それは元のリストに戻ってくれないんですが、今簡単に GHPython の別のスクリプトを作ってみまして、リストアクセスにして、これをポイントリストで受け取って、でただ一行だけこの受け取ったポイントリストをの0番目このリストの一番最初をだけ取ってくるっていう風のをやりますと今度はこうリストに戻せる中にこう頂点座標が入ったリストに戻せるのでまあ、この時点ではこう中身が見えないんですけど、次に作るコンポーネントでは、こんな感じでこの今作ったリストのリストの中身のリスト一個一個取り出してあげると、こういった感じに頂点が見えるようになるので、大丈夫かなというふうな、ちょっとした説明でした。今このパネルのところまでは大丈夫そうでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫です。でしたら今この複数あるカーブに対してこう一個一個のカーブを頂点にしたものリストというものができたのでこれを G コードに書き出すコンポーネントというものを作ってみようと思います。でまた GHPython スクリプトを作ってあげてこちらのつないであげてでさっきこれを試したときにリストで受け取ったように
この次に作るところでもリストで受け取ります。これが今ポインツという名前ですね。で中を開いてあげるとこの空の状態のが出てきますが、まず最初にですね、どういった構成のものを作ろうかなっていうのを、あ、なんかちょっとミスってる、見せしようかなと思いますが、今ですね4つ関数を作ってあげて、このスタートコード、エンドコード、プリントコード、エクスポート G コードという4つ関数を作ってあげて、それがこのメインの中で実行されるというような形式で作ろうと思います。で、このまあ、それぞれのものは、まあ、このスタートエンドプリントっていうのは先ほどお見せしたようなこの G コードの最初の方に入っているスタートコードを書いてあげる部分とエンドコードを書いてあげる部分で、このプリントする部分を書いてあげる部分の3つと、あと最後のエクスポート G コードというので、このまあ、G コードとしてアウトプットするというような関数になっています。なので、まず最初にこの枠組みだけやっておこうかなと思います。打ってますが、めんどくさかったらコピペでもいいかなと思います。G コードで、ここはタイプミスしそうなのでコピペしちゃいますと、最初にこの G コード、これはG コードにしたい文字列をどんどん突っ込んでいくリストなんですが、それをこう最初からの状態で作ってあげて、そうするとこのスタートコードの中で G コードがどんどん追加されていってというふうに、こう順繰りにどんどん G コードがどんどん追加されていくような感じに。までできました。もしあれでしたら、ここはコピペでも大丈夫かなと思うので、次に行こうかなと思います。で、早速最初の、まずインプットからかな。さっきポイントというものをインプットに入れたので、それを書いておきます。
ではこのスタートコードのところを書いていこうと思います。で、ここからちょっと G コードの説明も含むのですが、このスタートコードっていうところで、まあ、何をやっているかなんですが、今ここのお見せしているものは、このキュラを使って書き出した G コードの最初の部分を取ってきているのですが、この最初の部分っていうのが使うプリンターの機種によって若干変わってくるので、まあ、基本的にそのお持ちの、もしプリンターお持ちでしたら、既成のソフトとかで書き出してみて、その仕様に沿って作ってあげるというのがいいかなと思います。今回は、プルーサというメーカーの i3MK3 という機種を使っています。まあ、なんでかっていうと、こうコメントを丁寧に入れてくれるプロファイルだったので、そうしたっていう感じです。なんで、まあ、ここはお持ちのものに合わせていただく。ということでして、で、この内容を説明していきますと、最初のこの M82 から始まるところは、このプリント命令をどういう書式にするかっていう設定になっていまして、まあ、M82 だったら、このアブソリュートエクストルージョンモードっていうのは、この押し出し量の書き方なんですが、まあ、ちょっとこれはプリント命令を書くときにまた説明します。で、G21 でミリメーターの座標形にしてあげて、G90 でこの XYZ を絶対座標形で書きますというような設定にしています。でこの M104 から始まるところは温度関連でして、プリントヘッドを温めてあげたり、テーブルを温めたり、あと冷却ファンを回すというようなことがあります。で、この G28 から始まるところは、原点設定だったり、このプリントする土台のレベリングに関するところで、まあ、こういう時に、このヘルプのあれを見るといい、それがどういう命令かっていうのがわかるんですが、例えば、G28 ですと、G28 は Move to Origin ということで、そのプリントのヘッドを原点の位置に一旦戻してあげるという命令になります。で、だったり G92 っていうのは、まあ、これ結構出てくる命令なんですが、G92 は、通り過ぎた。これか。セットポジションっていう名前で、今いるところのこう、パラメータを上書きするというような命令でして、ちょっと分かりづらいんですが、まあ、ここで G92E0 っていうのは何やってるかっていうと、今何も印刷していない状態なので、
この E0 っていうのは射出が0という意味なので、こう現状を射出してない状態ですよってこう機械に教えてあげてるみたいな命令になります。で、こっから G1、 あら、で G1 命令でヘッドが動いているんですが、ちょっと先にこっち行っちゃった方がいいか。 G 命令っていうのはヘッドが動く命令でして、 G0 は移動のみで、 G1 は移動と印刷をやる命令です。なので G1 の方には基本的に E というこのフィラメントの送りという命令が入ります。で、E がこの座標に移動するときにフィラメントをどれだけ押し出すかっていう量で、F がこのヘッドが移動する速度っていうふうな設定になっています。で、この最初になんでこうちょっと動かしてるのかっていうのは、あんまりこれ他のプリンターだと見ないんですけど、3D プリンターはノズルから樹脂がこう出して印刷するっていうものですが、最初からいきなりきれいにこう安定して樹脂が出るかっていうとそうでもなくて、ちょっと予備動作してあげて、この印刷が安定するようになってからこう本番の印刷に移るっていう風なのが常なんですが、その予備動作っていうのは、まあスカートって呼ばれるものだったり、ブリムって呼ばれるものがありまして、で、ここでちょっと動かしてるのも多分そういった意味合いなのかなと思います。ちょっと出してあげて、最初の安定しない印刷を、まあ安定するにちょっと印刷を試してあげるみたいな動作になります。で、また G90 に E0 っていうのが出てきますが、この E0 で、エクストルーダーのこの射出を止めてあげて、で、こう何回も繰り返しているのは多分、もう本当に射出をここで止めたいっていうようなのを、何回か書くと多分、より確実性が増すから、こう、複数回書いてるのかなと思います。ちょっと長く説明しちゃいましたが、まあ、基本的にその G コードの前にこういうふうな命令を入れたいということなので、ほぼこれをなぞる形でさっき作った Python コンポーネントで書いていくことになります。で、結構ここは退屈になっちゃうんですが、Gコード。ひたすら。文字列を移植していく感じです。今1行だけ書きましたが、 G コードはこのセミコロン入れるとコメント扱いになって、実際の加工には関わらなくなるんですが、こういうコメントを入れておきます。で、今書いたフレーバーマーリンっていうのが何かっていうのをすごい簡単に言いますと、これか、
このヘルプの画面で、マーリンだったり、レップラップだったり、いろいろ並んでるんですが、これはその 3D プリントのファームウェアのことでして、その今、設定しているこのプルーサ i3 っていうのはマーリンというファームウェアで動いていてっていうのを、まあ、メモとして入れてあげたという感じです。であとこのバックスラッシュ n っていう開業記号を入れてあげると、でここからはちょっとひたすらコピペというか、ここに出てなかったな。ちょっとスタートコード入れ忘れてたので、ドロップボックスの方に貼りますと、やってもちょっと待ってください。あ、ちなみになんかここまで 3D プリンターの説明はちょっとなくしちゃいましたが、何か質問があったりしますでしょうか。どうです、大丈夫ですか。ちょっと今、ドロップボックスの方に貼っつけたんですが、ちょっとここら辺は長いので、コピペしちゃいますね。まず最初のこの印刷設定に関わる部分。元のコードで言うと、この M82 から始まって M82 で終わる。4行の部分をちょっとコピペしちゃいます。で次に温度の設定なんですが、これは1行だけちょっと打ち込もうと思いますが、温度の設定に関しても同様に G コードに文字列を追加してあげるという命令を書いてですね、でこれによると温度の設定するのは M104 という命令になります。なので M104、S200 と入れるんですが、温度は結構その使う材料によって変わってくるので、このインプットで入れてあげた方がいいかなと思いまして、温度の設定のインプットを追加します。で、温度には2種類あって、3D プリンターのノズルの部分と 3D プリントしたものが乗っかるテーブル、まあ、ベッドの部分の2つの温度があって、この2つ追加してあげます。でそれぞれ音が200度と60度だったので200と60を追加しました。で、この変数でもらってきたものをこの文字列に入れるために、この大括弧で囲ってあげて、フォーマット関数というものを使いまして、その前にこっちか、
がめんどくさく感じてきましたが。エクストルーダーテンプというインプットのと、あと、ベッドテンプという2つのインプットを今加えたので、ここに追加しておいて、でこのエクストルーダーテンプの方を、このフォーマット文の括弧の中に入れてあげると、この大括弧のところにここの値が入るようになります。で、忘れないようにこの改行記号を追加してあげると。で、ここからは温度の設定が、4つあったので、それぞれ、この M104 っていうのは、温度の設定をして、M140 で台の温度を設定して、190でこの設定した温度まで上がるまで待ちます。それはそのベッドとエクストルーダーの両方で、190と109というふうに。なります。なのでこれに倣って次が140でここがベッドテンプになって、ベッドの100に置いとこう。これで温度の設定ができるようになりました。で次にこの原点の設定だったり、最初にちょっと動かすっていうような設定の部分ですが、ここはあの変数も何もなく、ただこの文字列を追加していくだけなので、もうコピペでいいかなと思います。で最後に一つだけこう残っていた M83 という命令があるんですが、これはですね、さっき言いかけたこの押し出し量 E の書き方の部分なんですが、 M82 だとこうどんどん足されていくというか、ここに移動するまでに 0.0376 の量出て、次に移動するときにこの書かれている量はこの一番最初からここまでに来た値のトータルなので、実際はこの2行の値を引き算した値がこの下の行では射出されるんですが、ちょっと今回はこの書き方だとちょっと面倒だったので、この各行ごとの射出量を書くというふうな設定にしたくて M83 という命令を入れています。これでですね、スタートコードの部分ができまして、で、一旦
ちゃんとこの G コードが出てるかな、いいか。完成した感じですね、ここまでは。次に行っちゃいますが、もしあれだったらこっちをコピペしてください。次はエンドコードの部分ですが、こちらもちょっと退屈な設定関連なので先にやっちゃいます。ここでもスタートコードのところで上げた温度をヒーターを止めてあげて、であと冷却ファンを止める。で最初はプリントヘッドは原点に移動していたのから、また印刷してあちこち動いた後にまた原点に戻してあげて、モーターも止めちゃうっていうような一連の命令になります。でこのエンドコードは何も外部入力がなく、ただもう決まったことをやればいいというだけですので、これもコピペしちゃいます。でこれでプリントの前後の設定部分ができたので、この G コードの本体というか一番重要な印刷命令の部分に取り掛かります。でちょっと先ほどご説明したように、まあ印刷命令っていうのは G 命令と E 命令とF 命令というものからできていて、この1行はこの座標までに移動するときにフィラメントを22ミリ落ち出して、その速度は1800ですよっていう意味になります。でこのこっちと F の位置違いますけど、まあ前でも後でもどっちでも大丈夫です。これはで 3D プリントするにあたって、このプリント命令のところで大事な設定が、まあ大事な設定というか設定することは3つあってというか、最初にレイヤー高さって書いてますが、これは通常のスライサーでスライスするときはかなり大事で、特に1層目の高さをちゃんとやっておかないと、この印刷がテーブルにくっつかなくて反ったり剥がれたりして単なるゴミが印刷されることになってしまうので、かなり重要です。でこれは今回このさっき作った頂点のリストに沿って印刷するっていうふうになってるので、レイヤー高さはさっき書いたこのカーブ次第というふうになるので、まあ、コードではこれは制御してません。でさっきこの上にコピペするときにスタートを 0.1 にして、で次から 0.2 間隔にしたんですが、まあ、この 3D プリントするときは一番最初のレイヤーだけはちょっと低めにしといて、まあ、低めにしとくというふうなのが常なので、最小 0.1 にして、でそこから上は 0.2 間隔っていうふうにしていたというのがこのパラメーターの理由でした。であと、まあ、パラメーターとしては速度と射出量ですが、これがいくつがいいかっていうのは、まあ、印刷してみてじゃないとわからないので、
印刷してみて決める感じですね。で、実際こうスライサーが出してくれる G コードはここら辺の設定を細かく変えていて、例えばそのさっき重要って言った一番最初のレイヤーでは速度をゆっくりめにしてゆっくり印刷したりだとか、まあ、そういったこの調整をいろいろやってくれています。 ですが、まあ今回はちょっとそこまでできなそうなので、一旦もう全部同じ射出量と全部同じ速度で印刷するという形で書こうと思います。で、こちらに射出量についての図がありますが、フィラメントを押し出す量をどうやって決めるかっていうと、まあ、この図を見てもらうと参考になるんですが、この射出量 E っていうのはこの図でいうこの LF に該当します。このノズルに送り出してきたフィラメントを LF の長さだけ、まあ、送り出すっていうことなのでここになりまして、でこの、まあ、一応理論的にはフィラメントが押し出してきた距離っていうものと、ここの印刷した時の、あ、まあ、こっちの印刷した時のこのオレンジの部分の体積が等しいというふうな関係になるので、それを利用してですね、ここでこの左側の印刷した部分の体積を求めます。で、それはこの、まあこれは印刷幅がノズルの直径ということになってるんですが、実際はこうフィラメントがこうぐい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 先端にこう送られていくと圧力が上がって、先っちょでこう圧力が解放されるので、この射出幅はノズル直径より少し膨らむんですが、まあこの式では一旦ノズルの直径かけるこの印刷高さかけるこの移動距離というものがこの送り出すフィラメントの面積で割ったものというものがここの距離になるというふうな式になります。で、これはまあまあこういうものだよっていう感じなんですが、ですね、これを書いてあげる前にまたパラメーターを追加しますと、まあ、F という印刷のパラメーターと E という射出のパラメーターの2つ用意してあげるんですが、まあ、E の方は今お見せした計算式で計算したものの、まあ、これで常に大丈夫かというとそんなことはないので、まあ、それを調整してあげるための変数としてのこのアジャスト E みたいな変数を作ってあげて、 F はもうダイレクトにこの速度で移動してくださいというふうな命令になります。パラメータか。なんで今追加してあげた2つのパラメーターをここに追加しておきます。で、ここで、この E の計算をしますと、まあ、こういう計算式ですよになりますが、今このノズルビズスだとかレイヤーハイトとかは今このプログラム上にはないので、設定として最初にちょっと別に書いちゃうことにします。で、
ノズルウイルスは、家庭用のプリンターですと 0.4 が割と一般的なので 0.4。にして、でレイヤーハイトはさっき 0.2 に設定したので 0.2 にして、で このフィラメントの直径ですね。このノズルじゃなくて。なので、フィラメントの直径はですね、1.75 ミリっていうのが、一般的というか、家庭用でよく使います。で今ここで使っている変数名は定義しまして、最後にこの π というものがあるんですが、これはまあ 3.14 って入れてもいいんですが、このこれは計算でよく使う mass というライブラリをインポートしてあげると、この mass.py で3.14155 っていう値を作ることができるので、これを使っています。であとそっか、あとこの LR っていうのが作ってないです。でこれは LR はまあプリントの移動距離なので、レングスとしてあげて、レングスはちょっとまだ書けないのか。ちょっとレングスを書く前に、ちょっとここで受け取ったポインツの処理をしないといけないんですが、まあ今このカーブごとの頂点のリストを受け取っていたので、法文を使ってあげまして、こうすると、このアイロンパイソンランタイムリストの一個一個のパスものをパスというふうに取り出すことができて、でここで、次に、このパスの中を、エニミレートを使ってあげると、インデックスと一緒に取り出せるので、これは、この頂点の一個一個、この PT って取り出して、かつそれが、何番目かっていうインデックスも一緒に取り出します。こうすると、一個一個のこの頂点が取り出せるようになりましたと。で、i 番目というものが分かるようになったので、ここで久しぶりにライノーの関数を使いますと、この RS ディスタンスというのが2つの頂点の間の距離を取ってきてくれるので、この今のポイントとパスの1つ前のポイント距離というのがこれで分かるようになります。
で、これでレングスが入るので、この E の値です。計算できるようになりました。で、さっきこの adjust E という、ちょっとこう微調整してあげる変数を作っていたので、これを作った E にかけてあげて調整します。で、この2つのパラメータ今作ってなかったので、適当に入れちゃいます。これもどの値がいいかは、印刷しないと分かんないんですが、で、もう一個の F の方は、F の方は、ちょっと書いてないか。まあ、これも適当に参考にして、まあ、ここで出てくる数字っていうのはスライサーで決めてる数字なので、まあ、結局自分で決める必要がある値なんですが、まあ、今回この F3600 というものを入れることにします。F が入りました。ここまででこの射出量の設定というものができるようになりました。次にこの移動の G 命令の方を作るんですが、これはですね、最初にこの原点に設定したところから印刷するところまでこう、印刷しないで動きますよね。その印刷しないときは G0 になって、で、こっからその次の点に行ったときに G1 命令になって、この間を印刷するっていうふうになるので、さっき書いたコードで言うと、インデックス i の0番目というのは G0 で、で、1番目以降から G1 命令になります。なので、ここで if 文で、このインデックスを使ってあげてですね、2つの場合を用意してあげると。で、こっちが G0 の方になって、こっちが G1 命令になります。で、早速この G 命令の方を書いてきますと、最初にアペンド。さっきこうお見せしたように、まあ、こういうふうな並びになっていますよと G0 ですね。E がなくて F。で、あと、まあ、G0 と G1 では速度を変えるっていうのがまあ結構常でして、まあ、印刷するときは、その印刷がきれいに出るように適切な速度で印刷する必要があるんですが、移動命令はもっと早く移動した方が時間の節約になるので、これは別途ですね、F のG0 っていう名前をつけてあげて、2倍の値にしておきます。そういったものであると、ここのポイントの座標というものを、ここのパラメータのところに
入れたいので、さっきこの温度の時にフォーマット文を使って変数名をテキストの中に入れたようにですね、こういうふうに入れてあげて、ここに順番を書いてあげて、フォーマット文の中に座標を入れていくと。で、PT の、このポイントっていうのは、XYZ の3つの値が入っているので、単純に0から0、1、2でスライスしてあげると、座標値が取れます。で、さっき書いた F の G0 っていうのを入れてあげると、これでここに変数が入るようになります。でですね、まああと一応、まあ、Lineの場合ここの小数点以下が今5つ表示されてますけど、3D プリンターはそんなに細かく指示してあげても、まあ、分からないというか変わらないので、まあ、大体小数点3桁もあれば十分だろうということで、このコロンドット 3F というふうなものを入れてあげると、小数点以下3桁に整形できるようになるので、これを入れておきます。で、次に G1 命令の方ですが、これもさっき書いてあげたのを、こちらをコピーしてきて、G1 命令にしてあげて、同様に、こう F の G0 じゃなくて、F に直してあげて、で、今度は、E の値が必要になってくるので、このさっき計算してあげた E を入れるために、3のコロンの、この G0 の時になかった G1E の値をここに入れてあげて、ここにも E を追加します。なんか起きてる、何かが間違っている。 cannot switch from manual fields automatic field numbering。 なんだろうこれ。 E のところの、 あそこです。3が抜けてる E3、その前の、ここ前ですね。はい、はい、そうですね。はい、すいません。ありがとうございます。あ、エラーなくなりました。ちょっと一旦、これ追加しといてあげると、
出力できるようになるので、出てます。まあ、これでまあ大体できた感じなんですが、今 F が G1 命令の全部に入ってますが、これはですね、なんか一回指定やしてあげたら、それ以降は別に必要ないパラメーターなので、これをこの G1 の一番最初だけ入るようにするために、またちょっと if 文追加してあげまして、じゃない。で分岐してあげてですね、 G1 命令の一番最初だけ F が入るようにします。最初だけになりました。これで G コード自体はできちゃった感じなので、あとはこの文字列を書き出してあげればいいという、それだけなんですが、そのためにはこのオープンという関数を使いまして、でちょっとまだ定義してないですが、どこに保存してあげるのかっていうものと、あと書き込みモードの W というのを追加してあげて、でライトライン関数で書き出すと。で今このファイルパスっていうのを作ってなかったので、こっち側でインプットで作ってあげますと、まずファイル名、ファイル名今回はテスト G コードというふうにしておいて、あと保存先はですね、このファイルパスというコンポーネントを使って、このプリミティブの中にあるんですが、このセレクトディレクトリというので、ディレクトリを選べるので追加します。ちょっとこれ選択しづらい。でこのテキストの中にあるアンドという、これを使うと文字列を連結できるようになるので、つないであげるとこう保存するパスができるので、それをつないであげます。あともう一個ですね、今の状態だと、もうこの Python コンポーネントが常に動いていて、常に G コードを書き出し続けてしまうので、これをボタンを押したときだけ書き出すというふうな動作にしてあげたいと思います。
そのためにこのライトというインプットを作ってあげて、ボタンを追加してつなげます。で、追加してあげたパラメーターをこっちに移植して書いてあげて、で、この一連の処理が実行されるのはこのメインの中ですので、ここで if light、これでボタンが押されたときに、処理が走るようになります。で、テストをしてあげると、今、ボタンを押してないので、ここの書き出しが出なくなっちゃいますが、ボタンを押すと出ると思いきや、85行目。あれ、なんか違うぞ。ライト、ラインズですね。また違う。あ、これいろいろ違うな。タイピングがあまり得意じゃなくて。あ、できた。これでボタンを押すと、G コードが書き出されるようになったはずです。なので、さっき自分は、このフォルダーを指定していたので、ここにテスト G コードというものができていて、これを適当な、あ、会議を入れるの忘れてた。ちょっと待ってくださいね。これがちょっとしょっちゅう忘れちゃうんですけど、開業記号入れないと開業してくれないので、開業を入れます。で、こっちに戻ってもう一回書き出してあげて、そうすると G コードが書き出されました。まあ、こんな感じで実はかなり簡単に G コードというものは生成できてしまうんですが、皆さんできましたでしょうか。開業のところってもう一回教えてもらって あ、はい、あ、はい、あ、大丈夫ですか。開業のところはまあこの入力した文字列全部の後ろにこのバックスラッシュ N が入れないといけないって感じですね。無事にできました。できました。実はかなり簡単なんですよね、これが。で、なので早速ちょっと書き出しコードがちゃんと出てるかっていうのを見てみようと思うんですが、ちょっとキラで見ようとするとキュラって結構キュラで書き出した G コードじゃないとエラーがしょっちゅう起きてて、多分何かしらのコメント文をちゃんと入れてあげないとキュラではちゃんと出ないみたいなので、
そこら辺がちょっと緩いレペティアというソフトで見ることにします。で、さっき作ってあげたのを開くと、おお、出てますね。こんな感じで出るようになりました。で、やっぱり予想通り1コード書き出してほぼ2時間使い切っちゃった感じなんですが、皆さん何か質問とか。さっきのパス出してるソフトウェアってどこからダウンロード？あ、これですか。これはですね、はい、ちょっと待ってくださいね。違うかも。GIER。このちょっとコロナでおどろおどろしい感じになってますけど、こっからフリーで落とせます。ありがとうございます。あ、吉岡さん、ありがとう。何か質問とかあったりしますか？あ、質問いいですか？はい、どうぞどうぞ。私です、お願いします。実際 3D プリンターでこう、これ斜めに出力できるようになるっていうことですよね？そうです、そうです。そのノズルのヘッドの向きまでは変えられないと思うので、こう、実際斜めに出力したときに、角度は何度くらいが限界とかってあったりするのかちょっと気になったので。ああ、そうですね。それはですね、気になると思うんですけれども。ノズルの形状によりますね、それは。あ、それもですね、まあ、そういうのをやろうとすると、例えばこの、ノズルの形状をこう 3D で作ってあげて、今これ点でいっぱい点にしたじゃないですか、さっきここで。はい。なので、まあ、ちょっと重くなっちゃうので、ちょっと間引きつつ、この点のところにそのモデリングしたそのノズルをこうコピーしてあげて、それがその印刷と干渉するかみたいなのをチェックするプログラムとか書けば、ああ、そっか、チェックしながら印刷できますね。ちょうど今、そうですね、今回書いた G コードは、普通はこう、XY 座標しかなくて、Z はこう、レイヤーが移動するときだけ、一瞬入るっていうのが通常の書き方ですけど、Z のこと。今回はもう XYZ で3つ書いたので、自由に 3D 空間を、まあヘッドがぶつからなければ動けるっていう感じです。例えばなんか、こんな感じで
適当な B レップの上を印刷したいよってなったら、これでカーブが出てくるので、これでこうすると、この今球の上に乗っかってるカーブが出てくるので、これをこうここにつないであげると、なんかいられた、あ、そっか、これってなんだろう、カーブ、まあ、ちょっとうまくいかなかったけど、この場合はもうこっちでディバイドしちゃって、これでもダメか。ちょっとこのコンポーネントなんか直さないといけないかもしれないですけど、まあ 3D 空間で印刷できるかもしれないって感じです。ありがとうございます。ちなみに斜めにこうなって出していくみたいな、最初水平にこう回してて、でだん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 斜めになっていくみたいな時って、その一層ごとの高さっていうのをちょっとずつ変えていくみたいな出し方になることですか？なんでそのノズルから出すフィラメントの量を調整 して高さを変えていくことでだんだん斜めにこう仮想出していく。そうですね、そうですね、この突出量も一緒にコントロールしてあげて、例えばなんか、まあ、斜めにこうしてあげたい方をいっぱい射出しつつレイヤーハイトを高くするみたいな、まあ、高くするみたいな、だんだんこう斜めになっていくみたいな。それってやっぱり出していく量と高さのなんかその限界値みたいなのが、なんかあの実際にテストしてこの高さまでだったら出せそうだなみたいなのをやっていくっていう感じですか？そうですね、そうなると思います。結構普通の 3D プリンターでそのレイヤー高さって印刷の品質に一番関わるところなんですが、それの設定がまあ 0.05 から 0.20 とか、まあ結構幅があるので。なるほど。で基本的にこのノズルの幅の半分ぐらいが限界っていうような感じだと思うので、まあ、0.4 ミリノズルだったらマックス 0.2 にして低いところを 0.1 とかにしておけばだんだん斜めになるみたいな造形もできますね。ジムさんが今、アルゴリズムをシェアしてくれました。
です。ラーマーダグラスですね。ダグラスバッカーか。うん。ちなみに、初心者が 3D プリンターを自宅で始める、自分のパスで始めてみたいってなったときに、おすすめの 3D プリンターとかありますか？僕も知りたいんですよね。僕も 3D プリンター持ってないので、なんか、こんな説明してますけど、僕は普通にスライスしてプリントした経験がごくわずか。なんかいきなりこの直書きでやるっていうところから入っちゃったんで、なんかこればっかり、しかも通常のじゃない大型プリンターとかを触ってたので、なんかあんまりデスクトップタイプに詳しくないんですが、大型タイプっていうのはもう自分でそのなんですか、作る感じのものを使ってたとか、それとも市販の大型の 3D プリンターを、あ、なんか会社が作っていたやつを実験していた感じですね、それは。まあ、どの 3D プリンターがいいのかな。今のやつだったら、ロボットにノズルつけてそのパス作ってっていうのもすごいやりやすくできそうだな。そうですね、この試してみたいな、エクストルーラーだけ売ってるので、それを買ってきて、まあ、あといろいろこう材料を送る部分とか、まあ、やんなきゃいけないことはありますけど、ロボットアームにくっつければそれで作れちゃうので、まあそういうの自分で欲しいなと思ってはいますね。シニアルプリンター実行の読み込めたんです。あ、マジっすか。あ、本当ですか。その会社専用の拡張子しか使えないみたいな。あ、QIDI ですか。僕が使ってるのゾートラックスっていうメーカーのやつ。ああ、そうですね。ゾートラックスもそうです。重化系のはいっぱい G コード使えそうです。回したいですね。Gコードできたんで、プリントしたいです。ありがとうございます。すごいわかりやすかったです。ありがとうございます。実はこう、三軸の機械を動かすのはすごく単純だというのが、これで分かってもらえればと思います。なので、今の知見を生かせば、レーザーカッターもまあ動かせますし、ショップボットも動かせます。応用性が高いですね。ね、もう自由自在です。が来ているので、なんかすごい楽しかったんですけど、これで、何か他に質問がある方いらしたらぜひ。一つ質問いいですか。はい。今想定としては、このエクストルーラータイプの FDM の 3D プリンターの G コードかと思うんですけど、例えばこのレーザー焼結の SLS タイプとかもなんか似たような感じで書けたりする感じでしょうか。レーザー焼結はですね、なんかパスがどういう規則で動いてるのかが全然わからないんですよね。なんかこの印刷してるのを眺めある方だとわかるかもしれないんですけど、なんかパスがあっちこっち飛び回っていて、なんかどういう順番なのかが、その独自のなんか最適化アルゴリズムがあるようなので、それが分かれば、まあその同じようにその1点のレーザーが動いて印刷しているので制御することはできるとは思います。
そのパスを生成するアルゴリズムの部分が結構ちゃんと最適化しないとなんか使い物にならん可能性があるっていう感じなんですね。そうですね。ありがとうございます。これの応用編みたいな。緊張となると何をやったらいいのかいまいち何がいいんですか。もう G コードを書き出すという意味ではもうこれで実際にプリントしてみるみたいな感じ。コロナ終わったらみたいな。ああ、なるほど。いいですか。はい、はい、スライスの工程で例えばスライスをしてインフィルの部分をこうなんですかね、 BLEP から BLEP で中の部分の構造が定義されてないときに、スライスをしてインフィルを作るっていう工程を例えばグラスホッパーでやる場合どうやってやるかっていうのを考えたりするんですけど、そういうのを含めて考えていきたいなと思っているんですけど、なんか小林さんは考えていたりしますか。スライス工程について考えていることありますか。まあその普通のスライサーでできるようなグリッかなんかジグザグだとかそういうのを作るのはまあ結構スクリプトでも簡単に書けそうですけど、まあ、それをここで実装してもあんまり意味はないなっていうので、そういうのじゃなくてなんかそのもっとオプティマイゼーションが効いたパス生成アルゴリズムっていうものを作りたいなというのはあります。例えばそういうのでフェルマースパイラルっていうものがあるんですけど、これは切削とかでもすごい使えそうなアルゴリズムではあるんですけど、ちょっとリンク送ります。こう例えばこう円柱をスライスすると円ができるじゃないですか。でそれをこう内側にオフセットしていくとこう入れ子状の円ができますけど、そうするとこのそれは円の集まりであって一つながりではないのですが、それをこう一つながりにするようなアルゴリズムがあるんです。で FDM っていう、まあ、吉岡君は全然知ってると思いますけど、FDM は樹脂だれがよく起きるので、印刷する移動をして、そこから印刷しないで G0 で移動するっていう時に、こう、キュッとこう印刷が止まるんじゃなくて、糸引いちゃうんですね、どうしても。はいはい。なので、なるべく一つながりのパスにするっていうのが、FDM プリンターのパスの最適化の一つの目標で、そういうのをやるときはこのフェルマースパイラルっていうのを使うと頑張って一つながりにできたりします。なるほど。あとまあスパイラルカーブみたいなやつはグラスホッパーでもやってみましたみたいな人はフォーラムに上がっていたりするので、そういうのも参考になるかなと。今日時間があったらなんかそういうパス系のをやろうかなともちょっと思ったんですが、結構個人的になんか興味があるなと思うのが、その FDM ってよくその実際のこの設計者が気にするところとして、なんか Z 方向の違法性があってなんか扱いづらいみたいなこう話とかよくあると思うんですけど、なんか G コードをこううまいことを使ってこのパス
をなんかくねくねさせたいとか、この積み重ねの仕方を工夫したりとかして、なんかそのむしろその材料の違法性をこういい感じにコントロールできたらなんか面白いなっていうふうには思ってますね。そうですね。これ結構まあなんかそこをなんかじゃあどうやって物性取るのかっていう話はなんかかなり実験ベースになりそうな気がして、たりノイズが乗ったりしてなかなか難しそう、じゃあ難しそうなんですけど、なんか割と個人的な気になります。そうですね。まあインフィルに関しては一番違法性が出ないのはジャイロイドインフィルらしいので、まあそれを使ったりだとか、まあけどもっと複雑な形になってきたときにどうするかですよね。結構それは難しい問題としてあるかなと思います。あとまあ違法性じゃないですけど、さっきの吉岡君のインフィルの話とも関わるのが、ちょっと今、ズームにリンク送りましたけど、このオブジェクトを複数の領域に分割して印刷設定を変えてあげるであるとか、これはすごい素晴らしい機能ですね、うん、これは力がかかるところだけ密にして、そう確かに、まあ、これをグラデーショナルにやったりだとかジャイロイドを使ってとかそういうのできると品質が上がるかなと思います。確かにそうです。あと N トポロジーの人がなんか今は基本的にその金属とかの 3D プリント用のですけど FDM をやりたいと言っていて、なんかツイッターで上がっていた画像を見たらさっき言ったようなこうグラデーショナルのインフィルみたいなのを作っていたので、彼らが作るのかもしれないと。ちょうど今僕もそれを探していて、確か FFF 向けのなんか綺麗にこの何ですかね、インフィルの細かさがこうこっちが細かくてあっちが広いみたいな形のインフィルのサンプル画像的なものを N トポロジーの人が上げていたように思っていて、それがいいなと思ってリンクを貼ろうと思っていたんですけど、僕も手元に見つかってなくて。そうです。なんかスライスまで切れたらどうにかなるっていうことは今日のワークショップで分かって、で、スライスの部分をきれいにやってあげればきれいにできるんだろうなっていう部分もまだまだあると思っていて、うん、こうなかなか難しいなと思ってはずっといるんですけれども。そうですね。結構このインフィルの領域分割って実は結構相当難しい問題で、なんかその境界に沿ったこの内部の、領域分割で、しかもそれをこうドキュメンタリーで分割するみたいな問題はこう昔から結構トラディショナル問題としてあって、未だに綺麗な解放っていうのは存在しないんですね。でなんかよくコンピュータグラフィックスもこの C グラフ界隈とかで毎年すごい論文とかがこうポンポン出てアップデートされているようなもので、実はこのインフィル構造をいかに効率よく敷き詰めるかっていうことをこう突き詰めていくと、その空間の領域分割問題にこう帰着するような形になっていて、実はそこがめちゃくちゃ難しくて、こう皆さんかなりアドホックな方
あの方法でしかできてないっていう現状があるんですよね。なのでちょっとあの実はそのやりすぎると沼にはまってしまうっていう側面もあるんで。そうですよね。N トポロジーの画像を発見したので、あ、今僕もちょうど発見して、あ、同じですね。なんか今どうしても、あ、どうぞどうぞ、と思いましたけど、こう綺麗に分割されていて綺麗に六角形充填されていたとしても、右からプリントするか左からプリントするかみたいな感じで、こう接点の部分の強度がまた FDM だと不透明だったりするかもしれないんで、こうなんか純粋にスライスとして綺麗にスライスするっていうのと、あの意味があるスライスっていうのはまた別だなと、今ふと FDM のことを考えるとそうなんだなと思って、こうプリントした動画画像を見ているんですけれども、やっぱりそんな感じかなと思ったりしますね。うん、結構あのよく見るとこの六角形があのパスがこう連続している方向はすごく強いんだけども、このパスがあの連続しなくてこうつながってるみたいな方向はめちゃくちゃ弱いとか、なんかそういうパスの経路依存な物性がこうクリティカルに効いてきそうな感じがあって、むしろそこはなんか面白いなっていうふうには思いますね。なんかいかに全方向にこうパスがある程度長くつながるようなパスの生成方法とかっていうのはすごく面白そうな気がします。1層目はこっち向きで走らせて、2層目は反対向きで走らせるみたいな形で、なんかそのFDM 特有のこの何ですかね、物性を均等にするじゃないですけど、向きによっての違法性、まあ高さ方向の違法性とこのプリントする向きによっての違法性も出るかもしれないんで、この辺とかはまあ掘っても掘っても終わらない分野だとは思うんですけれども、なんとなく綺麗にプリントをしたいだとか、なんかスライス工程をちょっとでも効率、スライス工程の部分でプリント時間を効率化したいと思うと、なんかいくら考えてもまだまだわからない部分があるんだろうなと思っています。ということで、主催の石井さんが出られまして、もし皆さん特にまだ質問とかなければ、もうこちらでお開きにしようと思いますけれども。来週の担当をさせていただきます、はい、ストーと申します。お願いいたします。はあのこうな何かしらこう例えばこうスキャンとかでこう手に入れたあのこう点群データみたいなものがあった際に、なんかそれをこうメッシュにあの変換するみたいなあの方法でこう局面を作るっていう方法はよくあるとは思うんですけど、なんかあの実際 Rhino 上で扱う場合はこう綺麗なあのナーブスとか局面にしたいみたいな需要って結構ある気はしていて、で来週はそのすごいあのランダムなこの点群からこう局面を補完して綺麗な局面を生成するっていうことについてあの、ハンズオンさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあなんか適当にそういう点群を用意しておけばいいですかね。
僕の方でいくつか点群は用意させていただきますが、自前で用意していただけるとさらに面白いかなとは思います。はいです。ちなみに点群ですかね、ポイントクラウドの、そうですね、ポイントクラウドなので、そうですね、よくその、SFC の、SFC だった、道端の、こう情景をこう 3D スキャンしたやつをこう復元するみたいな、そのスラムとかそういったものでこうゲットしてきたポイントクラウドとかでもできるかと思います。ただちょっと複雑すぎるような、トポロジーが複雑すぎるようなものだとなかなか厳しいので、1枚のこうサーフェスで扱えるような点群だといいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。すみません、エムイです。いいですか、一つ。はい。今日自己紹介でもちょっとお話ししたんですけど、まさしくなんかそういうお話って、興味深くて、で今すごい地形が、X 軸、Y 軸、Z 軸、全部こう作業平面的にねじれた座標ばっかりで出来上がる面で、なんか造形されてるものに対して、どうやってトレースするかって、ただトレースなんですけど、もう結構難しいっていうようなことがあったりして、でなんでその来週のお話でこうどういうところでだとそういう何て言うんですか、そういうスキルによって時間短縮できるのかみたいなことがすごい興味があるので、よろしくお願いします。